こんなマグロ専門店って書いてますけど、マグロほとんどメニュー書いてなかったんですよね。マグロ書いてないもんね。なんでやろ。ここ焼肉です。ここ食べ放題みたいです。12時から今日ここで食べています。でもね、なんかね、ポークもあるからね。Gyukura いうとこ行ってきたんですけど、食べ放題288円。行きましたけどね、あんま美味しなかったね。肉も美味しくなかったし、タレも美味しくなかったし、サービスもほとんどないんですよね。欲しいものが、欲しいものがないか、欲しいもの来ないんですよね。ここ博多丸の方が良かったかもね。博多丸ちょっと見てみ、めちゃくちゃタンパク質だね。赤身の肉ばっかり。それは良かったかもわからんけどね、美味しくなかったです。ここのね、なんかね、僕はセミプペがあるんで、ここはええんちゃうかな。もうチムサーチューです。